はい、今日はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた AMG GT63 紹介させていただきます。僕、土井パフォーマンスが変わって紹介したいと思います。で、まずもうかっこいい、はい、まあ、ちょっといろいろカスタマイズされてますんで、まあ、順番にご紹介させていただきます。まずこちらボディ全面プロテクションフィルムが施工されてます。こちらもともとグラファイトグレーマグノっていうマットカラーのボディカラーになるんですけれども、その質感を変えないようにステルスタイプマットのプロテクションフィルムが全面貼られています。で、マットカラーのボディだとどうしても傷がついてしまった時にどうにもできなかったりだとか、あとはシミとか汚れになりやすいんで、まあ、それをあらかじめ防ぐためにプロテクションフィルムが施工されてます。どうしても艶消しのボディカラーだと磨いてこう傷を落としたりっていうのはできないんで、まあ、事前にプロテクションフィルムでガードしておくっていうのは非常におすすめでございます。そして今回この施工させていただいているステルスフィルム、質感を変えないようにマットのカラーにそのまま貼ってるんですけれども、これツヤありの車に貼るとツヤ消しにすることもできます。なんでツヤあり黒の車に塗ればツヤ消し黒、まあ、白い車に貼ればツヤ消しの白にするなんていうこともできます。なんで、まあ、アイデア次第で、まあ、傷を守りつつイメージを変えるなんてことができます。で、今回の車はもう全面、はい、フロントもサイドもルーフもかな、ルーフもですね、はい、フロントサイドルーフも全面貼らせていただいてます。で、まあ、ご予算だったり用途に応じて、まあ、前だけとかもしくは、まあ、高速なんかで虫のつきやすいこのフロントのバンパーだけなんていう施工もできますんで、気になる方はぜひともご相談くださいませ。そしてですね、今回こちらですね、カーボンパッケージが入ってるんで、まあ、フロントのこのスポイラーの部分だったりサイドだったりリアのディフューザーだったり、まあ、至る所がカーボンになってます。で、この辺のカーボンは質感を変えないように、まあ、通常のツヤありタイプのプロテクションフィルムが施工されています。なんで、まあ、使い分けることによって、まあ、いろんな楽しみ方もできるようになってます。で、ヘッドライトも傷防止のために今回プロテクションが施工されています。で、続いてこちらですね、各部ブラックアウトもされています。まあ、パナメリカーナグリのこの縦の部分とこのレーダーのこの丸い枠ですね、はい、とあとはサイドのこのエンブレム、はい、なんかもグロスブラックにペイントされています。はい、で、あとは一番のメインはこちらです。1221の22インチがこれ装着されています。ホイールは1221-1551APX VIP シリーズでございます。はい、舌を噛みちぎりそうな、はい、そんな名前なんですけれども、特徴はなんといってもこの芸術的な超アグレッシブな削り込みでございます。このフランジの部分、あとはスポークの部分、さらにこのハブの部分、はい、全てがくり抜かれております。こんな感じで、はい、もうとてつもない形状になってます。そして組み合わせる体は285-3022とリアが335-2522、はい、まあ、数字だけ聞くととんでもないサイズなんですけれども、まあ、ボディのサイズにもうぴったりなんじゃないかなと思います。大きすぎずマストなサイズじゃないかなと思います。そしてもともと63ブレーキかなり大きなものがついてますので、その辺のバランスもバッチリですね。で、今回こちらのホイールはインナーはグロスブラックに、ペイントさせていただいてます。まあ、中を見せないことによって、まあ、ディスクがより強調されて、はい、そしてダストがついても目立ちにくいなんていうメリットもあります。で、こちらのホイールはこの AMG GT63 に合わせて製作されたものになりますので、もちろん出面ももう完璧な出面になってます。そしてこちらのホイールカラーはブラッシュドガンメタルっていうカラーになってます。ピアスボルトは普通のポリッシュですね。ただこれ1221のピアスボルトは全てチタン製の、はい、ロゴ入りのピアスボルトになってます。この辺も非常にポイントでございます。そして今回こちらの車は IID のロアリングロッドでローダウンも施されております。まあ、大体30ミリ40ミリぐらいでしょうか、はい、ちょうどいい車高になってます。で、ロアリングロッドでのローダウンですので、純正の上げたり下げたりする機能っていうのはもちろんそのまま活かされています。ちなみにこれレースモードで一番下がってる状態ですね。まあ、コンフォートモードにすればもうちょっと上げて乗るっていうこともできるようになってます。まあ、今回の車エディション1なんで非常にアグレッシブなスポイラーがついてございます。で、もちろんこれも全部プロテクションがこの台座の内側まで貼られてます。で、当然リアのエンブレム類も全てブラックアウトされてます。そしてマフラーカッターも今回ブラックにペイントしてます。なんで後ろからの印象がかなり引き締まった印象になってるんじゃないでしょうか。で、 AMG GT4 ドアはかなり S クラスとかからの乗り換えも多いみたいです。もう今ボンドで入庫率がめちゃくちゃ高い人気の車種でございます。
そしてこちらの車、なんと窓枠もグロスブラックのラッピングでブラックアウトされてます。で今回中はカスタマイズされてないんですけど、かっこいい内装なんで見てみたいと思います。赤ステッチとカーボンのめちゃくちゃかっこいいインテリアになってます。ステアリングもいいね、それね、アルカント、うん、はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた AMG GT4 ドアをご紹介させていただきました。 AMG GT4 ドアもうノーマルでかなりかっこいいんで、もうローダウンタイヤホイールぐらいでかなり決まっちゃいます。そしてもう綺麗に乗るんであればもうプロテクションめちゃくちゃおすすめです。まあ、質感を変えてもいいですし、変えないで傷から守るっていうこともできますんで、ぜひ AMG GT4 ドアのカスタマイズはボンドショップにお任せください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。